答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは両利きトレーニングの効果っていうお話をしましょう。右手が利き手っていう場合を想定しますけど、実は左のトレーニングをすることによって利き手足の技術も向上します。これなぜかというと、運動矢っていうところがあるんですが、運動矢って脳の右にも左にもあってですね、これ連携をお互いに取ってるわけです。つまり普段右しか使わない人は左側の運動矢をすごく使っていて、逆に今度左を使ってあげることで右の方の運動矢も使うからすごく活性化していくわけですね。ですから左利きのトレーニングをしてあげることによって右の運動効果っていうのも上がっていくわけです。あともう一つ、前回の動画でも申し上げましたけども、右利きの人は左側に言語矢があります。左手が右側の感覚空間的なものにつながってますので、空間感覚の理解が広がってくる。これスポーツでいうと何かっていうと、全体を見渡す力であったりするわけですから、戦術が理解したかったりとか分析力が上がってきたりするわけですね。本当にそれ以外にも頭頂葉が、鍛えられたりですね、小脳なんていうのも鍛えられますので、本当に普段自分がなかなかですね、運動能力が優れてないなんて思っている人はですね、ぜひ両手両足が同じぐらいに使えるようになったら、本来持っている力、人間の力ってすごく引き出されると思います。ぜひ試してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。